ね、この平成30年については、この備考のところありますが、横畑内閣法制局長官にまで相談が上がるという、当然だと思います。横畑長官ですね。で、私どもから昨日お願いしたのは、当然ですね、事務局が勝手にですよ、この補佐が法制局に相談に行く、会議をかけるということはありえないんで、局長なりともすれば会長のですね、了解を得る、そういった決裁のペーパーを絶対にあるはずですから出してくださいと申し上げました。今日出てきてません。そしてですね、先ほど大西元会長がおっしゃった、やはり当然これですね、当時の山際会長の了解がなければおかしいでしょうと言われるのと思います。で、昨日も、まあ、何度か、企画課長は、当時の会長に報告をしたとはっきりとおっしゃいました。じゃあいつどのような形ですかと答えなかったんですが、昨日ヒアリングの後に、じゃあそのことを何で知ったんですかと、報告の福井事務局長から聞いたと。で、福井事務局長は平成30年時代事務局長じゃありませんから、じゃあ福井事務局長はどうやってこの内容を知ってんですかと、今日その確認をしますと。当然我々は福井事務局長の出席を求めたんですけども、今拒否をされていますということで、企画課長、じゃあこのペーパー今時点でなぜ出てきてないのか、そして大西福井事務局長に確認してくるとおっしゃってたんで、この会長に対する報告了解はどういう手続きで行われたのか、2点教えてください。まずこの作成したペーパーでございますけれども、これは当時の担当者が作成をしまして、事務局として作成したものでございます。で、会長にはですね、その前からそれを法制局までちゃんと解釈の明確化ということで会議かけたわけでしょ。この会議をかけるその決裁文書かどうかともかく、それをどうしているのかというのは文書残っているはずですから、それは今なぜ出てこないのか、どういう状況なのか、昨日何か確認済みとか、確認中だって言ってましたよね。そこ分かりやすく説明してもらえますか。事務局で作成した、まあ、ペーパーについては当時の担当者が作成をしまして、で、事務局において作成をし、まあ、局長まで口頭で了解を得たものというふうに理解してございます。それ以外の確認中でございます。だから事務口頭で理解したってものもどっかで文書で残ってるでしょ。耳で言い伝えて聞いてるわけじゃないでしょ、2年前のことを。どうやって確認したんですか。事務局において作成したものでございます。だからその意思決定に至る文書ですよ。文書はそれは事務局で作ったっていうのは僕らも知ってますよ。そうじゃなくて、文書を作る意思決定、誰があれを作りなさいと山際会長がおっしゃいました。執行部から作ってねって言われました。繰り返しになりますけど、事務局したものでございます。だからそれ答えてまあ、来週から、ね、国会始まりますし、特に、再来週からは一問一答の委員会で、ね、共選会のメンバーも来てますけれども、やっぱり文書主義で書類を、ね、出してもらわないと議論にならないんですよ。ですから、私どもが求めた、特にあれですよ、ありとあらゆるもっと知りたいことたくさんあるんですけど、せめて、ね、このあなたたちが6人を拒否できる論拠としているこの平成30年ペーパーの、このいきさつ、会議をかけるときの決裁文書、そしてちゃんと、ね、会長にどういう形で、これ未公表だったと言われてるわけですから、本当に事前に報告したのかどうか、これ文書であるはずですって、ね、川下さんおっしゃったら絶対背拍子でファイルでありますよね。こんなもう口頭で口から口でなんて、こんなしいものね、重要なもの、それは無理ですから。ペーパー昨日もね、企画、もうこれね、宿題にしておきますと、ね、この後予算委員会だけじゃない、内閣委員会は一般初心的挨拶に対する質疑も2日間ありますし、法案2つ抱えてますからね、非常にぐっと質疑続きますんでね、これで本当あれですよ、法案上がらないですよ、国会止まっちゃうと、まあ、それならないように私ども務めますので、ぜひご協力お願いします。